バッキンガムハウス宮殿裏の西側に広がる、テーンバッキンガム宮殿は、イギリスのロンドンにある宮殿。外周護衛を担当する、この絵兵の交代儀式を見物できることで有名。約1万坪の敷地を誇り、舞踏会場、音楽堂、美術館、石鹸室や、図書館等が設置されている。部屋数は、スイート19、来客用、寝室52、スタッフ用、 寝室 188, 事務室 92, 浴室 78, 部屋総数775である。宮殿に勤務する人は約450名、年間の招待客は4万人にもなるという。王族たちを補助する自重50人は同じ宮に住み込み、その他の自重たちは王室級者であるロイヤルミューズによりする。宮殿正面広場にはビクトリア記念碑が混流されており、 その向こうではセントジェームズパークとトラファルガー広場につながるザマルが追い茂ったプラタナス並木に沿って位置している。現在では7月26日から9月24日の間に限って一般入場が可能となっている。入場料はウィンザー城を修復するための費用に充てられている。1703年にバッキンガム工場シェフィールドが自らの邸宅として クワ畑を購入して建てたバッキンガムハウスが始まりとされる。当初はレンガのみで建てた非常に粗末な邸宅に過ぎなかったが1761年にジョージ3世が王妃シャーロットと子供たちのために譲り受けて指定として使うようになった。引き続き大いに上がったジョージ4世は建築家ジョンナッシュの忠告によって レンガ作りだったバッキンガムハウスを1825年から12年かけて全面改築に着手、それまでルネッサンス様式だった建物をネオクラシック様式に改装したが、当のジョージ4世は王宮の完成を見ないまま死去した。1837年にビクトリア女王の即位の際にセントジェームズ宮殿から移り住み、以後バッキンガム宮殿は、 イギリス王室の公式の宮殿となった。1850年、正面の東塔が増築され、宮殿は中庭を囲む口の地型の構造となった。玄関は西塔の中庭に面しているため、外部からは見えなくなった。1913年、宮殿正面が改装され、バルコニーが新設された。このバルコニーは、広場とザマルに面しており、祝日になれば王室一家が、 国民の前に姿を見せる場所となっている。なお、宮殿の屋上に王室機が掲げられている時は王、または女王が在宅、イギリス国旗なら不在を示している。この野兵による交代儀式イギリスの名物であると同時に重要な観光イベントでもある衛兵交代式は4月から7月までは毎日1回、 他の月では2日に1回ずつ午前11時30分に行われる。このエアユみ兵隊は、グレナディアガーズ、コールドストリームガーズ、スコッツガーズ、アイリッシュガーズ、ウェルシュガーズの5つの連隊がある。特に王の誕生日に挙行される最も派手な交代式をトルーピングザカラーという。ありがとうございます。